月のリクエスト回です。何を作るの？今回は杏仁豆腐ですね。スイーツ回だね。中華の定番スイーツですね。この杏仁って何なの？杏仁っていうのは、杏子の種のことです。杏子なんだ。正確には、杏子の種の中にアルミンの部分のことです。梅干しだとこの部分を天神様とか言ったりしますね。梅も杏子の一種です。西洋だと杏子が手に入りにくいのでアーモンドで代用したりしますけどね。アーモンドで代用できるの？まあ、アーモンドも杏子の一種ですからね。杏仁豆腐を英語にするとアーモンドゼリーです。当然、味は変わってきますけど。似たようなものではあるんだね。はい。で、この杏仁には南杏仁とペイ杏仁の2種類あります。南と北なの？天杏仁と九杏仁とも言いますね。杏仁豆腐に使うのは南、天杏仁の方です。北は？九杏仁、ペイ杏仁は漢方薬用ですね。苦いんですよ。じゃあ、今回は南杏仁を使うんだね。そう言いたいところですが、正直面倒くさいので今回は強仁層を使います。何それ？杏仁豆腐専用に南杏仁の粉と砂糖、コーンスターチ等を混ぜて使いやすくしたものです。お店の杏仁豆腐も大半はこれを使って作りますよ。本当に杏仁を絞って作るのは、よほどこだわりがあるお店くらいですね。いつか本当にこだわったやつ作ってね。え、めんどくさ。何か言った？いえ。それでは、材料の紹介です。牛乳 400cc、水 200cc、砂糖 50g、寒天 4g またはゼラチン 5g、強仁層大さじ2、クコの実8粒、以上です。材料は少ないんだね。はい。これで大体容器4個分ですね。寒天で固めるんだね。そう、ここ悩んだんですよ。寒天で固めるタイプと、ゼラチンで固めるタイプの2種類があるんです。どう違うの？寒天で固めると柔らかく、ほろりと崩れる食感になります。あっさり、軽い食感で中国だとこっちの食感が好まれますね。ゼラチンで作ると、プルプルもっちりした食感になります。中国語だとキューキューですね。日本だとこっちが好まれるんじゃないでしょうか。中国語？中国語でプルプルとかもちもちした弾力のある食感をキューキュービーって言うんですよ。ちなみに、寒天とゼラチン以外にアガーを使うパターンもあります。アガー？アガーは寒天の亜種みたいなものですね。材料の階層が微妙に違うみたいですよ。食感は寒天とゼラチンの間で、若干ゼラチン寄りな感じですね。実はアガーが最適解だったりするんじゃないの？そうかもしれません。ただ、まだ杏仁豆腐に使ったことないので言及は避けておきますね。一応買ってはいるんだね。何グラムでいい感じに固まるか検証しないと何も言えませんからね。それでは、作っていきましょう。ゼラチンで作る場合はゼラチンに水 100cc を入れてふやかしておきます。こうすることで、ゼラチンが溶けやすくなります。ここに熱湯 100cc を加えてゼラチンを溶かします。寒天でやる場合は？寒天でやる場合は寒天に水 200cc を加えてに溶かします。結構違うんだね。ゼラチンは60から70度で溶けますが、沸騰させると固まりにくくなるんですよ。寒天は沸騰させないと溶けませんが、30度くらいで固まります。この性質の差から若干手順が変わってきますね。ここからは同じ手順ですので、まとめて解説しますよ。牛乳を温めます。だいたい70度くらいまで。鍋肌を手で触れるギリギリの温度まで温めます。砂糖と強仁層を混ぜます。杏仁豆腐の匂いがするね。強仁層を入れないとただの牛乳寒天になりますからね。ここに牛乳を数回に分けて加えて、よく溶かします。砂糖と強仁層がしっかり溶けたら、ここに寒天液、ゼラチン液を加えてよく混ぜます。あとは固めるだけ？いえ、ここからがポイントです。水を張ったボウルに先ほどのボウルを浮かべ、粗熱を取ります。湯煎みたいなことしてるね。できれば氷水に浮かべた方が早いんですが、普通の水でも大丈夫です。ぬるくなったら水を変えてくださいね。何をしてるの？これ。寒天が固まるギリギリの温度まで下げています。固まり始めると少しずつとろみがついてきます。とろみがついてきたら容器に注いで冷やし固めます。さっきの工程必要なの？重要ですよ。強仁層は水に溶けないんです。え？でもさっき砂糖と一緒に溶かしたよね？溶けたように見えているだけで、実際には溶けていないんですよ。だから、強仁層を使ってそのまま固めると沈殿してザラついちゃうんです。上は滑らか、下はザラザラなやつは適当に固めるとできる失敗パターンですね。これを防ぐために、固まるギリギリまで混ぜながら温度を下げてあげるんですよ。沈殿する前に固めたいんだね。そういうことです。強仁層を加熱するとザラつきが抑えられますけど、香りが飛んじゃうので悩み物ですね。ゼラチンだと水道水程度ではとろみがつかないので氷水で冷やしながら混ぜてくださいね。冷やしている間に、ここの実を水で戻しておきます。彩り良いんだね。白の中にちょっと赤があると見栄えがいいですからね。冷やし固めたのがこちら。この上に、戻したクコの実を乗せたら出来上がりです。それでは、お召し上がりください。いただきます。
香りがすごいね。今回は強人層で作ってますが、何杏仁を絞って作るとさらに香り高くなりますよ。これでもその辺の杏仁豆腐より香り強いよ。香料だけで作った杏仁豆腐風ゼリーとは違いますからね。固める前にさらしとかでこしてあげるとさらに滑らかに仕上がりますよ。これもこだわり始めるとキリがない系の料理なんだね。ですので、うちでは基本だけ解説する感じにしておきますね。寒天をゼラチンやアガーに変えたり、強人層を加熱してみたり、アーモンドエッセンスを加えてみたり、いろいろ試して私の最強の杏仁豆腐を追い求めるのも面白いと思います。コツは、寒天やゼラチンで固まるギリギリの柔らかさを攻めることですね。ゼラチンで作ったものがこちら。すごく柔らかいね。固まってるの？ちゃんと固まってますよ。あ、意外としっかりしてるね。こっちの方が滑らかな口当たりで日本人好みですね。そういえばさ、この杏仁豆腐。はい。サムネにしたら前に作った生姜プリンと同じじゃない？気にしたら負けです。